今日は2019年2月の8日ニューヨークに来ています。クールドックスのジョエルです。これは今ロックフェラーセンターに来ています。まだね見てないんですけど、ここの下はスケートリンクになるんですよね。いや、スケートリンクになってる。誰も滑ってない。あ、なんか、耐えられなくなってるんだ。まあまあ、有名なスケートリンクですよね。世界中の人たちが知ってる。今、今年もニューヨークにやってきました。で、明日からドッグショーなんですが、とりあえず今日はフリーの日なので、まあ、昨日到着したんですね。昨日の夜到着して、今日はフリーなので、とりあえずロックフェラーセンターに来て、今年はトップオブザロックに登ってみようかなみたいな思っています。それではちょっと一回止めますね。